あげよう。食後の胃腸薬にはキャベジンも。サブです。ヨットなんすか。ご所さん、暗くてよくわかんないんですよ。土地さんどっかにいいんですか。土地さん、どうしたの？ご飯の支度できてるから。全然がおふくろ様。なんとかしなくちゃ。
ーシーハンバーグが後楽園の巨人戦へペアでご招待。ミミちゃんマーク20枚一口にして送ってね。外れた方はマルシン戸塚フィールドアスレチックへご招待。お願い。ちょっと待って、靴下はこちらへ。靴下即ピカつけ洗い、もう我が家の常識です。靴下洗いは即ピカ。女の顔は一つじゃないよ目元のマジック、資生堂です。プリマ、プリマ、よろしかったら、よろしかったらクリーマー、雪印です。全力、おふくろ様、変な感じです。こういう感じは俺初めてで、つまりどういうか、朝のお日様と味噌汁の湯気と、よそってくれる海ちゃんの白い指輪、変にエロチックな組み合わせで。隣にバレるとさ、まずいからね。お兄ちゃんまた誤解されちゃうもんね。駆け落ちしてきたさ、夫婦みたいね。戦略、おふくろ様、本当になんだかエロチックで、これでもし長官でもここにあれば、これは間違いなく夫婦生活というものに思え。俺もうなんだかダメになりそう。あのさ、日陰者っていう言葉があるでしょ。差別用語じゃないですか。でもその響きね、日陰者っていう。はい。海嫌いじゃないんだよね。はい。全力、おふくろ様。心配しなくていいんだから。心配してるんでしょ。海がずっとここに居座るんじゃないかと思って。ありがとうございます。あ、いいの、ずっといて。いや、これはいい。今日中に出てくから。はい。ありがとう。
呼んじゃまずいんでございますね。一緒のおしゃれじゃ前でそんないだろ。わかんないでしょ、流行ってんのかな。病気じゃないか。頭ハゲたって前でハゲないよ。聞いてみようか、それは聞く価値ある。しのぶちゃん、あんた聞きなさい。嫌です。大丈夫だよ、あんたなら。お姉さん自分で聞いてください。そんなこと言えるか、私の口から。言い出しっぺだ、みつこさん聞くべき。いやよ。そう、あんた聞く。冗談でしょ、いくらなんだって。そ、かすみさんは、かすみちゃん、今日お休み。なんか、いや、あの、信濃屋がいいっす。あ、山口さん、みつこさんが何か聞きたいことあるって。あ、いや、あの、結婚してらっしゃるんですか。いや。あ、そうそうじゃないかと思って。かすみちゃん、あっちがんすよ。そういう意味でもないです。やっぱりそうなんだ、お兄ちゃん。分かった。違うんすかな。何の様子か。わあ、冷たい言い方するんだ。せっかく大事なこと教えに来てあげたのに、聞きたくない。ならいい、ならいいもん。なんすか。やっぱり気になるんだ。仕事中ですから早くしてください。わあ、威張るんだ。威張ってなんか、なんすか。かすみさんのことよ。それはどうかしたんですか。なんすか。気になるくせに。冬子さん、かすみさんお店辞めるかもしれないって。なぜですか。もちろんお嫁さんに行くからでしょ。気になる。なぜですか。ならない。別に。日本男児ね。全略おふくろ様、気になります。それは今はもうかすみちゃんと前みたいな仲じゃありません。だけど、なんといってもかすみちゃんは俺にとっては初恋みたいな人で、明けた神時代からずっと一緒に働いてきた仲間でもあり、その人が本当に誰か他の男とそんな話が進行していて、俺と会った時と同じ顔つきをそいつに向かってするかと思うと、それはやっぱりショックなことで。出る。あ、いや、本当さ、昨夜夢の中で脅かされたので、なんとなく俺はドキンとした。出ますか。出るわけねえだろ。あー、ダメだ、やっぱり全然ダメだ。またダメだ。あった。あー、ダメだ、やっぱり。これもやっぱり本当にダメだ。あきさん、あー、今日カリジャー店休んだんですよ。おい、噂聞いたんすよ。かすみちゃん、なんか
ああだめだ。すいません。これが最後だ。飛んで全部突き落とした。ああ、これやっぱりいくらやってもダメだ。やっぱりこいつがいけねえんだよ。佐藤、お前ちょっとこれ預かっといて。なんすか？いいから。人に言うな。はい。まずは教え子が会う。いいか、絶対秘密だぞ。何が何だかよく分かんなかったけど、真空管を預かったわけで。どういう意味なんだ。そう、何なんだこれ。真空管なんじゃないですか。バカ、俺たちそれぐらい分からん。このバカ。だから一体どうしてこれが秘密なのか。分かんないことはあまり深く考えないほうがいいんだよな、イモ。はい。大変らしいよ。何がですか。半妻の兄の家庭問題よ。お袋さん一人にしちまったろ。辛いらしいんだよな、半妻の兄。あれで半妻の兄気が弱いから女房にガーンと言えないらしくてよ。こんな女房なら別れりゃいいんだよ。亭主のおふくろ大事にしない女房なんて最悪だよ。実際ゴーンと一発よ。さっきのやつもう一回見してよ。爆弾作る気出るんじゃねえのか。突き詰めてんじゃねえのか、半妻の兄。秀次です。どうぞ。入ります。いかがでしたか、冬子ちゃんの学校の方。やっぱり出席日数でダメみたい。そうですか。転校を考えてくださいって。話があるのはそのことじゃないのよ。何ですか。渡辺組の頭に会ったら言われたんだけど、ねえ。はい。かすみちゃんとさぶちゃんと本当のとこどうなってるの。私にはよく分かりませんけど。なぜですか。頭に私聞かれたのね、本当のところ知らないかって。かすみちゃんに何か急な縁談がやっぱり怒ってるらしいのね。商社に勤めてるちゃんとした方で、かすみちゃんのことひどく気に入ってるらしいの。それで頭も困っちゃって。かすみちゃんは何つってるんですか。それが何も言わないんですって。行けって言うなら行ってもいいって。サブちゃんの気持ちを探ってほしいって頭私にそう言うの。それにね。はい。ヒデさん、これサブちゃんに言わないでね。私サブちゃんのお母様から半月ほど前にお手紙いただいたの。それがね。はい。山形の病院からなのよ。あ、これサブちゃんには言わないでね。お母様絶対サブちゃんには内緒って。ただ検査に入ってるだけだからって。でも
その手紙がね、お母様の字じゃないように思うの。以前いただいたお手紙の字と違うの。その手紙にね、はい、お母様はっきり書いてるのよね。サブとかすみさんをよろしく願いますって。私は知らなかった。なんといっても俺の心には冬子さんに言われたかすみちゃんの噂がショックとなってあったわけなので。油で揚げてない麺パッチ、しなやかしなやか麺パッチ、味もしゃっきり日清のラーメン麺八珍。涙涙の麺八珍。おーい、お茶。新鮮さをそのまま真空パック。お茶といったら伊藤園。今日清製粉から揚げ粉のここを送るとキノコキノコとスーパーカーのかっこいいトレーナーが当たります。元気子トレーナープレゼント。キミンチケチャップ、僕んちドミグラ。おいしそうだな。素晴らしいでしょう、この手作り料理。エバラハンバーグのタレ。とっかえてよ。嫌だよ。おやしいそう。梅のままデザートお願いします。はい、梅のままデザート。何だ三人さん。松本さん、お吸い物お二人さんです。はい、山口さん、お吸い物お二人。萩沼上がった。はい、萩沼上がるよ。よし、萩沼。萩沼さん、お入るよ。はい、萩沼さん、やっと入った。萩沼さん、次出しできてます。お一人追加。何よ、追加だ。もうないでしょ。何とかしよう。おばちゃん、ビールさん、お茶さんも。はいよ。萩沼の人たち、とりあえず持ってけ。はい、焼き物、焼き物、お兄さん、お願いします。はい、焼き物、焼き物、サブ。サバ、はい、梅の間焼き物何求めたってんだよ。梅の間デザート上がったぞ。はい、梅の間。お手元お手元。自分で取ればな。バカとは何だい。バカって誰のことあんた。はいはい、バカは自分じゃわからない。ほら、刺身だるな。話しです。次のはどこだ。長沼さんの出生祝うかい。なんでこれ、おい。梅の間さん、ほら、まだ人が持ったんだ。ほら、おかみさん、ほら、私やりますから。違うのよ、あの、ほら、ほら、ほら、あの、ほら、ほら、マスカット、マスカット。そうそう、マスカット。はいはい、ちょっと、田辺さん、楽器来てダメ。今日忘れちゃうじゃないの、おかみさん。西健太さんにもお願いします。部屋で言え、部屋の名前で。竹野間。はい、竹野間。ほら、サブ。サブ。あ、はい、今できてます。何やってたの、もともとすんな。こっちが。もたもたしていた。全楽おふくろ様、もたもたしています。というのはずっと俺の頭にかすみちゃんのことがこびりついていたからで。全楽おふくろ様、一年近くになります。去年の12月、この店に来てすぐの頃、本当を言うとあの日のことは今でも時々何かの弾みに嫌な感じで思い出すわけで。それは俺たちの忘年会が駒形であったすぐ翌日で。だからどうしたの。忘年会が終わったら二次会に行かずにかすみちゃんと二人
こっそり抜け出して遊びに行く約束をしてたんだけど、その場になって半妻さんや敏夫さんや、それから秀次先輩や正吉さんに飲みに行こうと誘われれば、やっぱり行かないわけにはいかず、それがかすみちゃんの怒りに触れて。それでどうしたの？どうしたの、サブちゃん。どうもしないっすよ。私との約束なんか平気で破るわけ？私といるよりみんなといた方がいいわけ？だからさっきから謝ってんじゃないですか。どこに行ったの？何しに行ったのよ。キャバレー行ったんでしょ、知ってるもん私。キャバレーで何したの？女の子の体に触ったんでしょ。キャバレーってそういうことするとこなんでしょ。知ってるもん私、週刊誌で読んだもん。そういうとこの女って平気で男に触らせるんだ、不潔。なんだか急にかすみちゃんがひどくつまらない女の子に見えた。本当言うと確かにキャバレーに行ったけど、半妻さんが一人で酔っ払って結婚というものの惨めさについての演説をずっと聞かされてたわけなので、ゴミ取ってあげようとしたんじゃない。どうしたの、サブちゃん、怒っちゃったの？ひどくつまらない女の子に見えた。どうして、どうしてサブちゃん急に怒っちゃったの？サブちゃんこの頃すぐ怒るんだから。俺もう本当に嫌なんですよ。めんどくさいんですよ。なんかこうみんなに嘘ついて、俺あれっすよ、かすみちゃんと二人でいても楽しいと思わないんですよ。それは後で楽しい時もあるけれども、会えば年中好きだな嫌いだろ、そんなことしか言わないじゃないですか。俺はもう今年27だし、時々恥ずかしくなるんですよ。27の男が好きだな愛してるだろ、もう少しなんか男として深く言えないけど、うまく言えないっすよ。
その日のことは仲直りして、俺たちはその後も何度かデートした。決定者だけど、やっぱりちっとも面白くない。多分それ以来だと思います。かすみちゃんと俺はだんだんダメになり、店では話すけど以前とは変わり、かわいいでしょ。そしてなんとなくバラバラになって。それでどうするんだ。どうするって何がですか。もういいのか、かすみちゃんのことは。ひでさん、すみません。はい。ごめんなさい。お先失礼しますけど、明日の例の仕入れのこと。分かってる。お願いします。あ。じゃあお先に。お疲れ。かすみちゃん、縁談があるらしいぜ。いいのか。ええ。だって関係ないっすよ。本当にか。だって俺別にもう。よそへ行ったらそれっきりだぜ。今を逃がしたらもうおしまいだぜ。とっくにしまいになってますから。本当にか。本当っす。突っ張んな。突っ張ったのがいないです。俺本当に。とにかく今一度会って話してみろ。そうしろ。話し合え。けどそうしろ。反発したかったけどできなかった。タバコを逆に加えたのも知られたし、なんとなく見透かされた気がしました。前略おふくろ様。ガス消した。オーブン消した。火種落とした。元栓閉めた。前略おふくろ様、そう言われるとなんだか俺もこのままかすみちゃんを人に取られるのがひどく惜しいような気がしてくるわけで、つまりなるほど、よくよく考えてみると俺は別段かすみちゃんとさしたる喧嘩もしたわけではなく、どっちかというと俺の方からかすみちゃんを避けてきたわけで、だからかすみちゃんから直接俺はまだ嫌いだと言われたわけではなく、ということはつまりこのかすみちゃんの方は実は今でも俺を愛しているのかもしれず、そりゃ俺の方も冷たくしたから怒っているのかもしれないけど、でも週刊誌で読んだんだけど、女の怒りなんてガバッとキスすればズルズルっと崩れる弱いもんだということで、やってみよう。しました。失礼します。ちょっと送ってきますね。
ずに。全力おふくろ様、そりゃないっすよ。花を描いたら顎を描くっていう暗号は俺たちの間だけのものだったはずで、別のやつと暗号を決めるんだったら耳とか目とかおでこにすべき。鼻と顎は避けるべきで、そりゃないっすよ。ここが噂のメガネドラッグか。お、見物大歓迎。よし、入ってみよう。うわぁ、でっかいなぁ。あるわあるわ、たくさんありすぎて迷ってしまうのだ。コンピューター検眼器もあるし、最新式機械がずらあり。メガネドラッグは支店20カ所、電話 735-0022。おいしそう。私たちこれから田舎作り、電車作り。邪魔しないで。茹で上がりのコシの強さが違う。ミートソースもポポロ、12種類もの材料を使った贅沢な味。できてる？もちろん。ポポロでしょ。あら、これさえあれば。腕じゃないよ、これだよ。羽衣缶詰ポポロスパゲティ。見たのか。はい、さっきのあいつをよ、かすみちゃんの。はい、そうか、とうとう見ちゃったか。何何何、とうとう見ちゃったの。いいよ。なんだよ。いいんだ、教えたっていいじゃねえか。うるせえ。飯島さん、ご存知だったんですか。プロマー頭のうちのことはな。まあ、グッと飲めや。すいません。気持ちわかるわ、先輩だからな。霞お嬢さんに振られた先輩だ。これから何度も相談してくれや。何か俺はお前が急に短いになった気分がするわ。たまに会って同窓会しようぜ。はい。一緒にされてたまるかと思った。霞ちゃんは前に言ってたけど、半妻さんはただ惚れてただけで、俺とは愛し合った仲というわけで、その両者にはすごく差があり。飲めば。俺のショックを受けていたのは、さっきのあいつとかすみちゃんが暗号を使って喋っていたことで。鼻をちょっとかくのは愛してるっていう質問の代わり、顎をかくのは愛してるっていう答えの代わり、あの暗号は俺とかすみちゃんの二人っきりのものだったはずなのに。気がつかなかったろうけどな、あの野郎分かりん屋にちょこっとはばかいてみせたろ。いや、こんなことお前知らねえだろうけどよ、あら実はちょっとした暗号でな、愛してるかって聞いたことになるんだ。そしたらかすみちゃん顎をいじったろ、愛してるわって。あれは返事よ、俺とかすみちゃんの合図だったのよ。よくやったもんよ。
懐かしいよね。全力おふくろ様。かすみちゃんは俺の過ぎた青春よ。お前もまあ一つの青春と思え。全力おふくろ様。はい、やだやだ、もう俺若いんだまだ。一段下げ。はいよ。しおれるなさバカ。元気だぜ。どうしたのどうしたの。サビちゃんなんでしおれてんの。ありたおすぞこんバカ。早く下げつけろ。いいへい。忘れてましたけど、今朝預かった真空管。あ、バカ。バカバカ。真空管がどうしたの？ねえ、真空管って何のこと、サムちゃん？あっちの部屋行こう。あっちの部屋。どうしたんですか？ハチコさん、どっか痛いんですか？サブ。はい。気の強い女だけは女房に持つなよ。はい。本当は気の強い女ってやつはお袋にもしない方がいいけど、こればっかりは決めらんないしな。おふくろさん元気か？元気だと思います。ここのとこ頼りないんですけど。うちのおふくろな、女房とうまくいってねえねえよ。聞いてるだろう。あ、いや、あ、そうすか。それがな、はい、このところ毎週金曜日になると必ずうちに飯食いに来るのよ。なぜだか分かるか？奥さんとうまくいきかけてんですか？全然全然。テレビがあるからよ。テレビ。隣の芝生は伸び放題。ホームドラマよ。お母さんのところにテレビないんですか？あらな、ちゃんとバカカラーテレビが。なのにわざわざ俺んちのお前白黒見るためにやってくるのよ。わかんねえだろう。たまらんぜ。なぜ？隣の芝生は伸び放題ってのはお前嫁と舅の喧嘩するドラマでよ。最近舅が優勢なわけよ。おふくろそれ見ながら舅が何か言うと、うんそううんそってお前こんな風にうなずいて。ちゃぶ台のお前ここに俺がいて、おふくろがここにいて、神さんがこっちにいて、おふくろがお前うんそうんそって言うたびにお前俺一体どうしたらいいの？もちろん神さんは口きかなくなるし、それがお前先週からどういう弾みか嫁さんが優勢になってきて、そしたら神さんはおふくろに電話しだして、お前今日金曜日ですからお待ちしてますなんて。それで今度は右側の方で嫁さんが何か言うと、分かるな分かるな、飯喉通らんぜ、たまんないぜ。だから今日真空管こっそり外してテレビ見られないようにしてきたわけよ。電気屋の格さんに相談して、おめえ話題変えよう。かすみちゃんの話を。それも嫌だ、嫌だ。
女の絡む話みんな嫌だ。男の話を、誰か男の。どうしよう。どうしたんだよ。いいの。どうしたんすか。海ちゃんがいたの、コインランドリーに。あっしゃ。お兄ちゃんのとこに海ちゃん来たの。お前が俺知らないっすよ。だけどコインランドリーにいた。俺見たんだもん。じゃあ海ちゃんご近所に。男いるんだぞ、あれ絶対男。海ちゃん、男の下着洗ってた。どうして男の下着って分かったんですか。汚かったもん。嫁にも黒く。海ちゃん汚そうにつまんでたもん。海ちゃんまだコインランドリーにいるんですか。俺に気がついて逃げたんだもん。お兄ちゃんお願い、一緒に探して。わかりました。じゃあ俺こっち探します。どうぞ。さあ、うん、海ちゃん、海ちゃん。だから嫌だって俺言ったんです。海ちゃんが昨夜うちに泊まったって言ったら、それこそ土地さんが食っちゃうに違いなく、まして昨夜はキスまでしたわけで。だから早いとこ引き上げてくれって俺は海ちゃんに言いたかったわけだ。とにかく敏夫さんをあっちへ走らせ、俺は早いとこ家へ帰って、まだいるに違いない海ちゃんを隠さなければならないわけなので。前略おふくろ様知りませんでした。ちょうどその同じ頃、山形の小倉の慎吾兄さんの家の一室でどんなドラマが始まっていたかを俺はちっとも知らなかったわけで。じゃあ手のしびれるのもやっぱそのせいか。いや、それはまた別だろうって言ってた。精密検査の結果いつ出るんですか。あとまだしばらくはかかるそうだ。しばらくっていうと、2週間ぐらいは先だろうって言ってた。幹事やサブには知らせてやったのか。いや、知らしてね。それにおふくろをやめろって言うんだ。ただの検査だから絶対言うなって。第一、サブに知らせると本気で心配するからな。心配して騒ぐに決まってるから。腰もよし、秋の横綱ゆずきかまぼこ。奥さん、これ新鋭電気。奥さん、これもみんな新鋭電気ですよ。チラシか。電話しなくちゃ。
はい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 、新鋭電機でございます。新井だな。あ、新井だ音読ですか。新鋭電機ですよ。新鋭電機チェン。奥様、とってもワイド。ねね。私も若い頃は20年前ね、家なんてのはただ寝るぐらいにしか考えなかったんですけれども、5人兄弟でーす。つい足らないけども、こうやって子供たちが大きくなってみますと、間取りとか生活環境なんか気になるな。そういうこと。やはり子供の未来は親の責任ですね。ウトガリア、パパ。我が子に我が家、いいですね。大山、大山ハウジング。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。